さあ、まもなく第1ラウンドのゴングを迎えるところ。本日のメインイベント、 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー125ポンド2分の1アメリカ WBA 世界フェザー級チャンピオン、フレディ・ノウッド。恐ろしく落ち着いた、そして不敵な面構え、チャンピオンのフレディ・ノウッドが今場内に紹介されました。青コーナー挑戦者125ポンド4分の3福岡県福間スポーツチーム所属、WBA 世界フェザー級12位、腰元隆史。ついに世界挑戦の時を迎えた腰元隆史、6度防衛に成功したその日本タイトルを返上して今日世界のベルトに挑みます。同じくジャッジ、今日のレフェリーとジャッジをご紹介します。レフェリーはパナマのフリオ・アルバラードさん、ジャッジは3人、カナダのガイ・ジュトラスさん、タイのピニット・プラヤドサブさん、パナマのマニエル・ゴンサレスさん、この3人のジャッジで裁かれます。さあ、場内に紹介されました両者、これがレフェリーが両者を合わせて試合開始前の注意を行うところです。顔が見えているのがパナマのフリオ・アルバラードさん、今日のジャッジ、これが26回目のタイトルマッチのジャッジになります。レフェリーになります。来日が6回目です。さあ、原田さん、注目の立ち上がりです。はい、そうですね、腰元がどういくかですね。そうですね、やっぱり線も大きいですからね、腰元が左をジャブを忘れちゃダメですね。そうですか、あんまり遅いとクロス食いますけどね、ジャブを忘れずに常にジャブですね。さあ、ゴングが鳴った。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、まず突っ込んできたのはノーウッドだ。ノーウッドがまるで走り込むようにして挑戦者の元へ駆け寄ってきました。あれを腰元にやってもらいたかったですけどね。そうですか。真っ白のトランクス、お腹のあたりにリトルハグラーの縫い取りがあります。元統一チャンピオン、ハグラーに名だって自らを小さなハグラーと言っています、ノーウッド。さあ、後ろ荷重の非常にこの独特のスタンスから、武器は左右のフック、そしてショートボディ。あれ怖いですね、左のフックがですね、とにかくスピードがあります。ボディ狙う、ボディ狙う、ノーウッドがボディを狙ってきた。でもチャンスあるんですよね。はい、ノウッドになるってことは大振りですからね。大振りだ。やっぱり藤本君がですね、左フック当たると面白いですよね。だから怖がっての手出しはないんですね。でも怖がらない手を出すのがいいと思いますよ。にやりと笑ってみせましたノウッド。さあ、この腰元が、原田さん、はい、腰元秀武会長はこのリーチの差、8.8 センチのリーチの差を生かして、まずジャブでつないで、とにかく自分の距離を取りたいんだという話をしていました。当然そうでしょうね。それに早く、ボディだ、ボディを狙ってきた。おっと、腰元がちょっと滑りかかりました。早いジャブでやっぱりダメですね。早いジャブになるとね、当然手の動きが長いんですけどね、入れないと思いますから。とはパワーありますね、やっぱりね。そうですね、右から左振ってくる。とにかくこのパンチが当たったら相手はほぼ間違いなくダウンします、ノーウッドです。でも必ずやっぱりああいう大振りの人はですね、チャンスがありますからね。はい、星本君ワンツースリーぐらいと思い白いですからね。知りません。まず距離を取れるか、そして自分のペースで動けれたこといったところが立ち上がりです。本当に冷静さが抜けちゃっていけないんですけど、やっぱりジャブをですね、ついてるといいんですが、クロスみたいに来ますからね、あれをやっぱり遅いとダメですね、早くね。なるほどね。腰元のジャブを早く、はい、そう。坂本さん、はい、腰元選手の立ち上がりはどんな風に見えますか。ちょっとまだなんか硬いような気がしますね。あ、そうですか。リーチが長いんでね、もっと左をついていけば、そしてボクシングももっと冷静に、いいですね、なんか。ちょっとノーウッドの方が
身長差では16センチ低いノーウッドの方が腰元を抱え込む形になりました。第1ラウンド10秒を切りました。まず積極的に仕掛けてきたチャンピオンのノーウッド、大きく体を振ってくる。ここでゴング、第1ラウンド終了です。改めてご紹介しましょう。挑戦者腰元隆、元日本フェザー級のチャンピオン、プロ25戦して23勝2つの引き分け、13の KO 勝ちがあります。プロでは一度も敗れることなく世界に挑戦する、その権利を得ました。一方こちらがチャンピオンのノーブッド、こちらも37戦して36勝1つの引き分け、21の KO 勝ち。さあ今度のこのラウンドもノーブッドが先に中央に飛び出してきました。リング中央、白のパンツ、フレディ・ノーウッド、 WBA 世界フェザー級のチャンピオン、黒のトランクス、日本の腰元隆。ノーウッドの持つ世界のベルトに初めて挑戦します。右、大きくボディを振ってきたノーウッド。おっと、ブレイクの声にも構わずにパンチを出していきますノーウッド。原田さん、このやっぱりプレッシャーまずどうしのぐかっていうのは立ち上がり注目ですね。そうですね、やっぱりノーウッドですね、はい、小さいながら結構有能ですから、左ですか、はい、左 のクロスみたいに打ちますからね、うん、ずいぶんそのなんて言いますかね、うん、やっぱりプレッシャーかけてますよね、うん、そうですね、1回目2回目から逆に出てきてますし、はい、腰元サイドです、はい、ジャブと左ストレートをちょこちょこ打てれば、うん、相手は思ったほどスピードはない、後半バテてくるぞという指示です。実はこのノーウッドが立ち上がりからラッシュをするには、まあ、前回の松本戦の時にウェイトオーバーでタイトルを剥奪された、実は非常にセルフコントロールが難しい選手で、ウェイトのコントロールも難しい、どうしても万全の体調では今までは試合に臨めなかった、なのでやはり前半で勝負をつけるべくラッシュをしてくる、そういった傾向になったノーウッドです。しかし今回のこのタイトルマッチ、日本に来てからの様子を見ておりますと非常に順調に仕上がっているようです。おーっと大振りだ。久保さん、はい、チャンピオンサイドなんですよね、はい、まず、まあ、出だしは上々だと、うん、ただ少し打ち急いでる感があるから慌てるな、はい、自分のリズムでいけ、低めを狙っていけと端的な指示が飛んでいました。あ、そうですか。ノーウッドは対腰元対策を聞かれて、狙うのはボディだ、そして最後は必ず KO で倒してやる、そう宣言しました。一方の腰元も昨日の計量一発でパスした後に、相手の打ち合いに応じるつもりはないんだ、自ら仕掛けていく打ち合いなら OK、 そういうふうに話していました。頭の中で描いているの、いるのは腰元はラッシュをしてストップさせること、試合をストップさせることです。腰元君も最近の言うのはやっぱり当ててからですね、ワンツースリーフォーどんどん打てますからね、連打できるようになりましたからね、はい、できるようになりました。面白いんですよね、なんか前半は無理をしないような感じでいきますね、はい、そうですね、そういう面で。一方ノーウッドはこのやや後ろ荷重のこの体勢から、いいですね、右でボディ、そして左、大きくフックを振ってきます。腰元の表情は非常に厳しい、これまでの防衛戦でも見られなかったような表情をしています。ローグに詰まってボディを打つノーウッド。さあ第2ラウンドの残り少なくなってきました。ここまでのところはまずノーウッドの突進を腰元が止めている、しのいでいる感じ。さあ第2ラウンド終了です。挑戦者腰元、これから第3ラウンドを迎えます。立ち上がりはまずチャンピオンノーウッドの突進を抑えました。正面で腰元に話しかけているのが父親、そしてジムの会長、腰元秀武会長です。さあ第3ラウンド始まった。またノーウッドがスーッと出てくる。一気に攻勢だ、一気に攻勢だ。おっと、まるで狙っている、まるで KO を狙っているようなパンチだ。表情には薄ら笑いすら浮かべています、チャンピオンのフレディ・ノーウッド。でもああいう藤本君もノーウッドに空振りさせるのがいいですね、どん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 空振りさせるのがいいですね。本当に顔が笑っていますノーウッド。そしてじーっとこのクラウチングスタイルといいましょうか、後ろ足に体重をかけてかがみ込むような形でこの腰元を見ています。
坂本さん、はい、このノーウッド坂本さんが戦うとしたらやっぱりちょっと戦いにくい感じがしますか。ちょっとまあ変則的なところがありますね、でもまあそれに乗らないで自分のペースでやった方がいいと思います、はい、なるほどね。まず右をついてくるノーウッドが右をついてきます。こういう調子で、はい、こういう調子できますと腰元君のやっぱりペースに乗ってくると思います、ね、あそうですか、はい、まず序盤ペースをつかめるか。おーっと左右大きく振ってきた右のジャブも腰元の顔面を捉えています。いいジャブですね腰元君の。右からジャブジャブそしてじわりじわりとプレッシャーをかけて腰元をロープへロープへと追いやっていきます。来日してから2日だけ行った練習徹底して練習したのはコーナーに挑戦者を詰めてからのパンチでした。右から左パンチにはスピードがあります腰元。右のジャブ腰元君あれからワンツースリーワンツースリーがフックいきますよ ね、 そうですね、はい、まだ無理もしませんねまだ ね、 そうですね。まだ相手が力あると思うから、